はい、こんにちは、まめと申します。猫座敷絶叫プレイ続きやっていきたいと思います。さあ、ここに入って腕を取るところから。はい、誰かの腕を取り入れた。まぐれ、ふぅ、まぐれで逃げられました。とりあえず腕を手に入れたんで、うん、行こうではないか。今日ね、めっちゃ鼻水出るんだけど、まあいいや。はい、じゃあ腕を私に行こうではないか。ほい、持ってきたぞ。今さら腕が返ってきても俺の人生は戻ってこない。でもありがとう。あ、052052、ありがとう。052と。052。正解。クマ子が待ってんじゃない？地下で、地下の奥で待っているって言ってたよね。まあ、手前から入っていこうかな。またなんか、張り紙がある。同じ値になるように操作し、スイッチを押せ。値？なんだこれ？どこの？これは。あー、みんなに聞いたらいいか。A、B、E、阿部？阿部？あ、阿部？青いつなぎのいい男？つうか、なんで一番頭悪そうなうちに聞くわけ？お前、某探偵王子と同じ名前なんだから、なんと、なんだろ、自力でどうにかしろよ。うちはとりあえず、殴って解決する派だから、こういう頭使うの、奴はパス。ヒント聞きたいなら他の奴を頼れ。はい。はい。じゃあ、雪人の意見聞く。この、ABE の字の書き方気になりますね。というと、字が汚いです。そこかよ。文字列が歪みですし、文字の線がきちんと繋がっていないのが特に気になります。そう言われると、なんか B の字だけ浮いてね？これって B だよね。違うようにも見えるような。うん、A13E ってこと？違う。どういうこと？一応、みんなの意見聞こう。この紙に書かれてる値をどうにかして表現すればいいと思うよ。そんなことはうちでもわかるっつうの。もっとためになるヒントをよこせ。ゆずはみたいに、トンチンカンなことを言うよりはマシかと思ったの。バカをバカにすんなよ、このバカ。この部屋にあるレバーを下げると、真ん中の水晶に数字が浮かぶみたいだな。レバーを下げると、そこに記された数だけ、水晶の数字が加算されている。この問題は、この ABE って書かれた紙の方が、何の数字を入れればいいかがわからない。まあ、最悪適当にスイッチ入れればどうにかなるかな。あの表情、なおと主人公らしからのこと考えてるね。13入れてみるよ。わかんないから13入れてみるよ。本当にね、本当に。手っ取り早く13にするためには、はい。あ。9。
どうしよう。これで13になったの。どう？あ！部屋の外で何かが動く音がした。合ってたの？もう消した。合ってたの？ちょっと、お、開いてるし。なんか、豆、すごく、まぐれが多いですね。え、ブラジル出口？え、じゃあ、あえて上に行こうよ。火が行き先を照らすであろう。うわぁ！なんかついたんだけど。猫女。自分が何をしているか分かっているの？この先にあの女がいるみたいだ。他にも誰かいるみたいだね。ノートちょっと覗いてみてよ。あ、分かった。あ、白猫だ。白猫だ。マジで？まさかうちらに協力しているのがバレたとか？勝手に人の研究室に忍び込んで、玄関の鍵を盗むだなんて、そんな悪い子に育てた覚えはないわよ。育てた覚えはないだ？俺はお前に育てられた覚えなんてないね。俺はあの4人と共にここから脱出して、飼い主のおばあさんの元へ帰る。俺を育ててくれた本当の家族の元へ。ここで生活をしていた方が幸せでしょうに。ここにはたくさんの仲間もいるし、美味しいご飯にもありつける。暴力を振るわれたり、悪口を言われたり、嘘をつかれたりもしない。まさに理想の家族よ。こんないいところを出て行ってまで、そんなどうでもいい人間のもとへ帰るというの？どうでもいい人間なわけあるか。俺の家族をバカにするんじゃねえ。はいはい。あなたにとってはそのばあさんとやらは大切な家族なんでしょうね。でも、ばあさんはあなたのことをどう思っているかしら？ばあさんは、そう。あなたがここに来てから何ヶ月も経ったわ。なのに、あなたの飼い主があなたを探している様子はまるでない。今頃あなたを忘れて生きているか、あなたの代わりの猫を飼っているか、ともあれ、あなたを捨てたってことには変わりないわ。違う。ばあさんは俺を捨てたりなんかしない。今頃俺の帰りを。人間の家族関係って、あなたが思っているより軽薄なのよ。かつて、愛した男と実の娘を身勝手な理由で捨てていく。心配するな。大丈夫だ、と言い聞かせておきながら、娘を残して勝手に死ぬ。がついた、目障りだって理由だけで、平気で生き物を殺す。そう、人間なんて、低俗な生き物。家族なんて、へとも思ってないし、己のエゴですら、あやめる。仮にあなたが、あの4人と共にここから脱出して、家に無事着いたとして、飼い主はあなたを迎え入れてくれるかしら。今まであなたのことを放置してきた人間よ。無事に家にたどり着けたとして、あなたのために玄関を開けてくれると思う？ここへ来る前と同じように可愛がってくれると思う？あなたはもう普通の猫とは違う。人の言葉を話せる異端な猫。人猫キャットフードを口にした化け猫なのに。君悪がられて、その場で殺されるかもしれないわ。もしくは喋る猫として、サーカスかどこかに売られるわね。家族を舐めるな。
俺とばあさんは血のつながりは当然ないが、それでも互いに信頼し合える家族だ。信頼し合える家族とか。わら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 。自分の名前も住所も思い出せない迷子の子猫が何ほざいてんのって感じ。それは。だけど、あなたの気持ちはよーくわかったわ。あなたは私たちの元から逃げて、元飼い主の元へ帰り、ここにはもう戻らない。つまりそういうことでしょ？なら、もういらない。助け、裏切り者の家族なんて、もういらない。そんなのもうたくさんよ。あんたはもう家族じゃない。裏切り者はみんな死ね。おい、なんかやばいだろ、あの状況。あいつ確実に白猫殺すつもりだろ。今飛び出して止めるにも、相手は凶器を持ってますよ。どうします？ユズハがいるじゃん。一か八か。犬の鳴き真似で気をそらす。はい。犬？猫じゃなくて？多分猫の、鳴き真似は通用しない。あいつほどの猫好きなら、猫の鳴き声と人間の声ぐらい簡単に区別がつくだろ。それもそっか。犬の鳴き真似なら任せろ。得意分野だ。って、ゆきひとが言ってんぞ。悪い。うち猫と虎とライオンとネズミと竜と猿と鳥の鳴き真似なら得意だが、犬の鳴き真似だけはどうしてもできないんだ。なぜそんなにレパートリーがあるのに、割と簡単な犬の鳴き真似ができないんですか？ゆきひと頼む。緊急事態なんだ。あっさりげに直人も、ゆきひとに汚れ役を押し付けやがった。わかりましたよ。なんで僕が。ワン。なんでこんなさ。八重子さん、そろそろ引導を渡す時が来たようですね。ほう、誰に対して口を聞いているのかな。そんな細くて白い腕で私に勝てるとだろ。おい、所詮男と女、腕力で男に勝るとお思いですか？男に勝るチートステータスを持つ女子が隣にいるようですけど。ゆずはさんは女性ではなく、男と女の境目に立つ人です。キャラ紹介の時も中性的って言われてましたし。お前ら喧嘩すんのは勝手だが、人を巻き込むのはやめろ。まとめて消し炭にすんぞ。出てきてしまった。犬はどこ？あれで犬の鳴き声って思ったのか。今確かに犬の鳴き声が聞こえた。また、野犬が屋敷に入り込んだのかしら。うちの家族に手出したら、どうなるか分かってんだろうな、クソ。想像以上に、豪華抜群だった。犬の鳴き真似ってより、喧嘩の方がうるさかったのにな。どんだけ犬嫌いなんだよ、あいつ。ともかくチャンスだ。白猫と合流しよう。はい。ハクション。ゾウ。猫ちゃん、大丈夫？さっきの騒動はやはりお前らの仕業だったか。助かった。礼を言うぞ。こいつを持っていけ。あ、玄関の鍵を手に入れた。これで外に出られるはずだ。この忌まわしい屋敷からおさらばできる。俺は後から行く。お前たちは先にそれを使ってここから脱出しろ。俺たちと一緒に来ないか。俺は帰ってもいいのか。俺にはちゃんと帰る場所があるのか。なんだよ、もしかしてさっきあいつに言われたこと気にしてんのか。ばあさんがいつまで経っても自分は探してこないからって、何もイコールお前を捨てたって繋がるわけじゃないだろ。
今もお前のこと探してるだろうよ。俺には家族でいる資格はないのかもしれない。仮にばあさんが今の俺を迎え入れてくれたとしても、何が痛いんだ。名前を聞いてもわからない。お家を聞いてもわからない。お家か。あの女が作ったキャットフードを食べて、人の言葉が話せるほど頭が良くなったわけだが、所詮は猫でしかないよ。今の俺は、バカな迷子の子猫ちゃんだ。もしかして、家がどこにあるかわからないから帰れないって言いたいの？なら私たちがどうにかしてあげるよ。迷子の猫のチラシでも作って、電柱に貼っとけば、飼い主が連絡くれるって。それだけじゃないさ。俺はこともあろうか、自分の名前を忘れたんだ。ばあさんが俺につけてくれた大切な名前を。ばあさんが俺を受け入れるかどうか以前に、俺はばあさんのことを愛していたのかって、今になって疑問に思ったんだ。もし本当にばあさんのことを思っているなら、ばあさんがつけてくれた名前を忘れるなんて、そんなバカなことがあるわけないだろう。あなたが飼い主を愛してるかなんて、そんなの愚問ですよ。愛しているからこそ、この屋敷を出たいんでしょ？今まで、愛しているからこそ、今まで頑張ってこれたのでしょ？愛しているからこそ、頑張ってきた。愛しているからこそ、こんな中途半端な状態で帰りたくなった。俺はばあさんの飼い猫なんだと、堂々と胸を張って帰りたい。今のままじゃ、自分が許せない。つまり、どうしたいんだ？まさか名前を思い出すまでここから出ないとでも言うんじゃねえだろうな。細かいこと気にしてんじゃねえよ、猫のくせに。ゆずは、そっとしといてあげようよ。ったくわけがわかんないよ。あなたの気持ち、よくわかったよ。でも、私たちはあなたが名前を思い出すまでここで待つ気はないよ。わかってる。あとは俺自身の問題だ。お前たちは先にここから出るんだ。僕たちが鍵を使ってここから出たら、屋敷の主はまた鍵をかけてしまいます。そしたら、あなたもここから出られなくなりますよ。帰る資格がないんだ。そうなったとしても、問題はないだろう。そうですか。本当に、いいのかよ。本人。いや、本猫がそう意地張ってんだ。うちはもう知らん。ほっといて帰るべ。というところで、じゃあ今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあ次回もまたよろしくお願いいたします。では、バイバーイ。